第9代、ベスバラ伯爵ビア・ブラバゾン・ポンソンビーは、イギリスの貴族、政治家。1931年から1935年に、かけて、カナダ総督を務めた。1880年10月27日に後に、第8代、ベスバラ伯爵を継承するエドワード・ポンソンビーと、その妻ブランシェの間の息子として生まれる。ハーロー公を経て、 ケンブリッジ大学トリニティカレッジへ進学。1910年にはシェルトナム選挙区から選出されて保守党の庶民院議員を務める。1913年から1920年にかけてはドーバー選挙区から選出されて保守党の庶民院議員を務める。1920年12月1日に死去した父から、爵位を継承し、貴族院議員に転じる。 1931年に数密顧問官に劣勢られるとともに同年から1935年にかけてカナダ総督を務めた。前任者と同様に世界大恐慌に苦しむカナダ各地を歴訪した。1932年には初となるカナダ全土の電話システムを発足させた。同年庶民院に帝国経済会議を創設した。 新たなウェランド運河を開いたり、カナダ国立研究機関、ナショナルリサーチカウンシルオブカナダの新しいビルを建設したりもした。また、日本の皇族高松宮信親王、タ大国王ラーマ7世とその子を、ラムパイパンニー、本国政治家、ウィンストン・チャーチル、オーストラリアの探検家、ヒューバート・ウィルキンズなど、各国の著名人を総督官邸に招いた。 1937年6月2日に、連合王国貴族爵位のベスバラ伯爵に除された。1956年3月10日に死去。爵位は、長男フレデリック・ポンソンビーが継承した。1920年12月1日の父、エドワード・ポンソンビーの死去により、以下の爵位を継承した。1937年6月2日に、以下の爵位を新規にノブされる。 1912年にロバーテイド・ニューフリーズと結婚し、彼女との間に以下の4校を設けた。ありがとうございます。